クリスティアン三世は、プファルツツバイブリュッケンビルケンフェルト公、プファルツビルケンフェルトツバイブリュッケン公、プファルツツバイブリュッケンビルケンフェルト公、クリスティアン二世とラッポルドシュタインハ,クヨハン・ヤーコップの娘カタリーナ・アガータの長男。1699年に、父からラッポルドシュタイン伯領を譲られ、1717 17年に、父が亡くなりプファルツツバイブリュッケンビルケンフェルト、 公領も相続した。さらに1731年、当園のプファルツツバイブリュッケン公兼プファルツクレー公、グスタフザムエル・レオポルトが、このないまま亡くなったため、医療を継承、名称をプファルツビルケンフェルトツバイブリュッケン公領に改称した。1735年に死去、長男のクリスティアン四世が後を継いだ。1719年、ナッサウザールブリュッケン博、 ルートビヒ・クラートの娘カロリーネと結婚、4人の子を、儲けた。ヘンリエッテ・カロリーネ、ヘッセンダルム・シュタット・ホーハクルートビヒ九世と結婚、クリスティアン四世、プファルツ・ビル・ケンフェルト・ツ・バイブルック公、フリードリヒ・ミヒャイル・オーストリアの軍人、バイエルン国王マクシメリアン1世の父。クリスティアーネ・ヘンリエッテ1741年に、バルデック公、カール・アウグスト・フリードリヒと結婚、 ありがとうございます。